はい、どうも、秘密結社女神総帥ハッチでございます。今回は POG2022 から23シーズンに向けて注目馬、決闘的にまずはチェックをしていこうということでね、見ていきたいと思います。やっぱね、この時期決闘からチェックしておいて、まあ、POG のね、あのドラフトが近づいてくると馬体写真とかいろいろ出回ってくるんで、まあ、まずは決闘での絞り込みが大事ということにはなると思います。まあ、ですのでね、今回チェックするのは、早熟品形。まあ、コンスタントに2歳の夏から活躍するような馬を送り出している早熟のね品形って結構あるんですね。まあ、なのでね、こちらの品形をチェックしていきたいと思います。今回、チェックするのは5つの品形からそれぞれ1頭ずつ、まあ、今のうちは注目をしておこうという馬をね紹介していきたいと思います。まあ、というわけで今回の1頭目、コスモバレンチの品系。コスモバレンチ自身が、小倉2歳ステークスを勝っていたり、そこからね、3区が結構活躍してるんですよね。まあ、なのでね、この品系っていうのは非常に楽しみだなと。まあ、毎回チェックをしているんですが、ここで紹介するのは、ウィン・アキレアの20、牝馬ですね。まあ、父がゴールドシップ、母の父がコンデュイットという形で、お母さんもお兄さんも一応勝ち上がっているという形になります。結果を出している品系、まあ、ウィンでの、ね、募集ということで情報も出てくる馬ですし、まあ、このコスモバレンチの、ね、品系自体がいろいろと、ね、活躍馬も出てるし、お母さんは2連勝で小倉2歳ステークスを勝ったし、まあ、僕としては、ね、お母さんも指名馬だったしみたいなことでチェックをしています。まあ、こ僕が2歳で3区、まあ、5と活躍している品系なんでね、2歳夏にデビューできるようであれば、ビッグレッドファームさん、ウィーンさん、この品系を大事にしていきましょうと言えるね。まあ、今何連敗とかってね、なかなか調子が悪かった時期のビッグレッドファームですら、まあ、一番走っている品系ということでチェック対象かななんていうふうに思っております。まあ、そしてですね、続いての品系が白雪姫系。まあ、ソダシメイケイエールと、現3歳世代も活躍馬を出しました。まあ、現2歳世代でもね、ハイアムズビーチが、新馬勝ちという形で、まあ、毎年のようにね、白毛を含めて活躍馬を出しているんで、白毛の馬についてはもう白毛馬チェックの方で、動画が出てますし、まあ、別でチェックしてるんですけれども、こちらね、白毛に出なかった馬の中でも、マーブルケーキの20ボバですね、父ドレフォン、母父キングカメハメハ、セレクトセール搭載でね、テララダヒサオシでいいのかな、6000万円で落札されています。まあ、いとこにソダシがいるという決闘ってことになりますよね。まあ、同じ父ハイアムズビーチが新馬勝ちをして、2戦目がねちょっとスローペースで逃げ馬捉えきれずに負けてはいますが、レースを覚えさせるという意味ではね、いい末脚を見せていましたし、まあ、素質馬、まあ、そう考えるとこれもね同配合で、まあ、白くないっていうのがね、まあ、この品系としてはある意味外れの方とも言えますし、まあ、白いところ骨とか爪の白いのはね故障が多いなんて話もありますから、逆にプラスと捉えることもできると思います。これはねなかなか最近、まあ G1 クラスをあまり出してないからね、まだ種牡馬がとかそういうレベル感ではないですが、最近こう調子のいい品系の素質馬、セレクトセールのそこそこ競り上がった馬ということでチェック対象にはなってくる。まあ、ノーザンファームさん、金子誠ホールディングスがね繁殖牝馬持ってたのが、まあ、ノーザンファームに戻っていってる過程でっていうようなね、まあ、そんな馬ですけどもね、これもチェック対象になってくると思います。まあ、続けて3頭目がアジアンミーティア系の品系ですね。ルシュクルの20牝馬、父ハーツクライ、母父桜爆心王ってことでね、まあ、ハーツクライもこのいう早熟品系とだとね、新潟2歳ステークスを勝ったケイデンスコールとかね出していたりしますし、ハーツクライの品もね早熟の馬出せるっちゃ出せるんですよ、やっぱ品系が早熟であれば。まあ、そしてこの馬のお兄さんビアンフェは重賞3勝、お姉さんブランボルヌールは重賞2勝と、こちらノースヒルズの馬ということになります。まあ、お母さん自身も活躍馬ですし、
まあ、このアジアンミーティアの品系ノースヒルズさんですね。まあ、ノースヒルズさんもやっぱり、ノーザンファーム以外では、まあ、一番ダービーに、ね、近いところにいる牧場というふうにも言えますし、まあ、実際ねここ10年で3勝ぐらいしてんだっけか、まあ、そんなわけでねノースヒルズという点も注目に値するので、まあ、情報も出てくるところですよね。あのノースヒルズさん自身もホームページで公開してくれるし、まあ、POG 本なんかにも協力してくださっているということで今後に情報が出てくるというね確証も踏まえてこちらはチェック対象になってくる一頭だと思います。まあ、そしてさらに注目品系次がですね西のフラワーの品系、まあ、デュプリストの品系ですね。西のフラワーのお母さんのデュプリストがね、まあ、それこそ西山牧場さんが過去に導入していた種牡馬、成功しなかった種牡馬も含めて何をつけても勝ち上がるっていうね超名繁殖牝馬で、まあ、その中でもとっておきの持ち込み馬とっておきの代表産駒が西のフラワー。西のフラワーに関してはね、競馬ゲーム、ウィニングポストとかね、その辺を やる人なんかにとっては、実際の活躍以上にね、西のフラワー自分で取ると、自分で買うと、さらに活躍してくれるなんてことで、さらに有名だったりするんですけども、まあ、このね、西のフラワーを曽祖母に持つ、デュプリストの品系で、まあ、父がネロ、今回紹介するのは西のアモーレの20ボバですね。父がネロ、母父コンデュイットということで、おばあさんが西、ひいおばあさんが西のフラワー。まあ、そしてネロもね、このデュプリスト品系の繁殖牝馬からの流れということで、この西のアモーレの20、父ネロ、これがですね、デュプリストの 3×4、サンデーサイレンスの 3×4 というね、ダブルで奇跡の血量という、配合にもなっています。まあ、ネロもね西山牧場さんそうやって最近種牡馬ハウス種牡馬的に国産種牡馬囲い込んでるのは、まあ、一定以上の成功を収めてるよね。そんなわけでね、まあ、こちらの、西のアモーレの20チェック対象にしてみたいと思います。まあ、そして今回の5頭目がホールオブフェイムの品系、まあ、つまりバランスオブゲームの品とかね出ている、まあ遡ればロイヤルサッシュに遡るんでステイゴールドとかの品系の、まあ、別の分子みたいな形、まあ、そういう意味では品系の中では、まあ、2番手ぐらいの、まあ、古い品系のこういう国の中では2番目に活躍している分子でゴールデンサッシュの品系の方が活躍しているとも言えるんだけれども、まあ、このフォールオブフェイム系に関しては、まあ、2歳戦ではより一定の信頼度がある。まあ、遡ればね、だからゴールデンサッシュ、ロイヤルサッシュの品系ってことで言えば、サッカーボーイなんかも、阪神3歳ステークスを勝った2歳王者、みたいな形でね、2歳から対応できるという点をより濃く残しているのは、このフォールオブフェイムの品系かなということになりますが、今回のチェック対象が、インダクティの20、牝馬。まあ、父ロードカナロは母父ハーツくらい。まあ、募集価格がね、3600万円で、サンデーレーシングさんの募集馬になってるのかな。立冬の安田父ということでね、安田隆之厩舎。前傾のケイデンスコールが、まあ、新潟2歳ステークスを勝ってるし、まあ、そしてですね、まあ、お母さん、インダクティのお兄さんであるバランスオブゲームも新潟2歳ステークスの勝ち馬ということで、まあ、新潟、最初にね紹介したウィンアキレアが、まあ、つまり、コスモバレンチの3区たちが小倉血統なのに対してこちらは新潟血統というふうに、ね、最後締めれると思います。まあ、ちなみにアジアンミーティアはね近親が函館2歳ステークスっていう品系だったりして、本当に2歳夏血統というのを今紹介しているという形でやっているつもりなんですけども、まあこちらのねインダクティの3区、お兄さんのロード、ケイデンスコールもね最近復活してきましたし、まあバランスオブゲームも G26 勝っていうのはね G1 勝ちのない馬の中では最多勝記録を当時達成したなんていうね、まあ、長く走り続ける血統なんで、まあ出資される方にとっても非常にね長い息の長い活躍が期待できる血統ですし、まあ、POG 的にもね非常に興味深い血統だと思います。まあ、以上ねこんな形で今回
まあ、早熟品系から5とというテーマでお届けいたしました。以上、ハッチでした。